今日はね、以前やった企画をちょっともう一回やってみようかなと思いまして、題して、このウィキペディア誰という企画でございます。今から私がね、ある人のウィキペディアを抜粋して読み上げていきますので、はい、ある程度、まあ、こうお伝えしたところで、このウィキペディアは誰のウィキペディアだったのか皆さんに回答していただくということですね。まあ、もちろん全部読んじゃうと、まあ、もう大体分かっちゃいますので、うん、もちろん、まあ、本名とかね、すごく有名な人です。はい。はい、じゃあ、私がね、いろいろこう読んでいくんで、はい、ちょっと皆さんも推測してみてください。はい、1964年12月15日生まれ。で、出身は神奈川県横浜市。俺と一緒だ。身長175センチ。大型です。大型。はい。終わり？いや、終わりじゃないです、3歳からピアノの英才教育を受けてまして、青山学院初等部、青山学院中等部、高等部卒業、青山学院大学経営学部中退。ああ、なるほど、あの人ね。わかった。あれ？はい。あ、来た。はい。高校時代はラグビー部に所属していました。2004年10月に結婚。母校の青山学院の礼拝堂で挙式を挙げました。2010年11月2日にベストレザーニスト2010に選ばれております。川ちゃんとかね。2018年に父親の出身地北秋田市ふるさと大使に就任されています。ピポーン。待ってください。あ、まだ、これちょっとヒントいきます。はい、尾崎豊は同じ高校の1学年後輩にあたる。本人はテレビ番組などでたびたび音楽サークルの部室で、先輩いい曲ができたから聴いてよと言われ、彼が演奏したのがすごくかっこよくてというコメントをしております。尾崎から聴いてるとか。そういうことです。愛車は1974年製の川崎 750RS。 これは本人が出た映画の劇中で使用する車両を、監督に問われた際に、まあ、Z2 を希望し以来愛車となっていると。ダダダーン。お、はうわ、ちょっと最初この人かなと思ったけど、私も最初この人かなと思ったけど、でもまあ違うか、こっちかなと思った。年代が違うな。年代が違いますか。言ったら同級生です、私と。64年なんで。うん、じゃあ一人一人回答していてもらいましょう。牛田さん、うん、はい。ギバちゃんかな。柳葉敏郎さん。柳葉敏郎さん。ギバちゃんはでも生まれは横浜じゃないだろう、はい、あれはもうドア来たんだろうな、はい、あ、そっか。ずんださん、レザーニストでしょ、うん、ニーガンだよ。え、誰がわかんない。ウォーキングデッドのニーガン。いや、わかんないわ。これはやっぱこの2人じゃないと。横浜じゃないだろ、ニーガン。横浜だと。横浜弥生さんいるぞ。誰だろう。あ、違うか。宇梶さん、違うか。宇梶さん。あ、宇梶さん。宇梶さんはそんな大学とか高校、青山じゃない。あ、たぶん、ヤンキーだ。あ、確かに。そうなのよ。あ、違うな。すごい。宇梶さんかもだよ。笹川松さん。柴田恭兵。柴田恭兵。柴田はもうちょっと上なんだ。上なんだ。いや、バイクがね、なんか柴田恭兵ね。関係なかったねじゃね。関係ないねみたいな。関係ないね。関係なかったね。ちょっと待って。じゃあもう一回、もうヒントいく？ってことはもう外れてるの？全員外れてます。ああ。はい。全員外れた。そうなんだ。2位がないな。じゃあ正解いきましょうか。ニーガーだってもう一個手前の役目、もう一つ、所属事務所は K ダッシュ。 K ダッシュ、はい。 B ダッシュは知ってる。 K ダッシュあるよ。あれ K ダッシュ芸人もいるよ。 K ダッシュ、 K ダッシュ芸人もいるね、はい。じゃあ有名な、この人が超主演の超有名なドラマだけはちょっと除く、主演だもんね、除いてのテレビドラマ、うん、俳優ね。じゃあ俳優です。
かつて出演した主な作品、うん、ポケベルが鳴らなくてグッドモーニング For You 金曜日の恋人たち年下の男広域警察同窓会ラブアゲイン症候群匿名探偵イリューモンテクリスト博キリンが来る。ただ2つ有名なのはちょっと省いてます。へぇ、ダダダーン。あれあの人なんていう名前なちょっとわかんないんだけど、うん、遺留捜査の人主人公のあの人なんていうんだっけ、遺留捜査の人じゃないよね、えじゃないよね、じゃないかな、遺留捜査、遺留捜査の男の人、うん、主人公の男の人知ってる？知らないです。うわめちゃくちゃ難しい。それじゃないの？超有名。超有名ですよ。超有名ですよ。はい。でも遺留捜査はないってことだよね。めちゃくちゃ言うじゃない。外れてんだよ。外れてない。違うんだよ。外れてんだよ。違うんだよ。ずれてんだよ。違うんだよ。ずれすんなよその。ちょっとなんかアタックみたいな携帯で。携帯で。正解発表しましょ う, もうグズグズやってても、グズグズやっててももう使い道ないんだから。そうだね、もう、うん、正解は正解は、佐藤宗幸さんです。知るか、え佐藤宗幸、そんなわけないだろ、そんなわけないだろ、知るか、そんなわけないだろ、違うよ、違うよ、なわけないだろ、俺分かんなかったわ。ありそうだし、正解は全然乗ってんじゃないの、正解は高橋克典さんです。ああ、絶倫キャラでおなじみの、そうです、匿名係長、ただのと、そうです、サラリーマン金太郎も、秋田、いや秋田はだからお父さんなんだよ、だからさ、でもそうなんだ、東北にゆかりがあるんだ、そういうことなんですよ、嬉しい、高橋克典好き、そうです、当ててないかダメだな、そうか、皆さんはクラシックの番組出てるって言ってくれなかった、当たったでしょうか、そんなこと書いてないんだよ。ちなみにね、他にもあったんですよ、ヒント。2008年10月17日、BS 朝日の愛のワンニャン大作戦でバラエティ番組初司会を務めると。いや、すっごいわかんない。え、ラララクラシックしか入ってない。ラララクラシック入ってないんですよ。ないか。はい。え、面白い、他のやって？はい。以上で終了でございます。なんだよ。チャンネル登録お願いします。